ヘイ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 消費者物価指数がウォール街の予想に鈍化したためナスダック先物市場では1.5%の上昇をしましたインフレが冷え込むと市場の焦点は利下げの可能性に移り米国債利回りや低下し株式市場は上昇傾向を続けましたそしてビットコインは CPI 発表後少し上がったね、うん、でその後、まあ転じて下落して今は、うん、上昇してきてます とと、はい、ということと XRP 上場投資信託 ETF 申請されたというフェイクニュースを受けてゲイリー・ゲンスラーはゲイリー・ゲンスラはやっぱりビットコイン現物 ETF は承認されるべきではないと思っているという話をしていきたいと思います、はい、本日もよろししくお願いします。 はい、それではね、分析からいきますが、ちょっとオープニングで笑っちゃってさ、あの自分で喋っていてねあの、昨日みんなにね、ゲイリー・ゲンースラもう、e、ビットコイン現物 ETF 承認しねえって思ってるよ、きっとって言ったじゃん。ね、それがさ、記事 <laughs> になってたからさ、ちょっと笑っちゃったのよね。うん、で、えー、本日はね、ビットコインと XDC と同時コインと、うん、あの AVAX? ね、あのこの前あの最高金分析したやつあれちょっと見ようかなって思いますねいつも同じじゃちょっとつまんないでしょうねはいということでまずビットコインからいきますがこれ冷やしになりますけど、まあ、今まで皆さんに話した、まあ、話、うん、全然あの修正した話はないですねこれはあの修正です、ね、この波のでこれ続きますねうんあの、まあ、4あ7000も変わらない、うん、で時間なんだけど ここが30日かねうんえー、今赤いレベルでさ頭を押えられてさまた落ちてくる可能性あるねうんねまあだけどこの水平線ねとりあえずあれだね注目しといてさ、うん、で最長であれ何て言ったっけな俺11月の25って言ったっけねうんまであの下げの時間ですよって言ったんだよね でまあ、最長で12月12月の5日かなうんはいそのぐらいだねだから11月25日から、えー、12月五ぐらい、うん、までかかる最長でねはいなのでこういってさねまあここら辺をうろ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 してくるのよ あのここサポートされながら、ね、だから、まあ、その後バーンって上がっていくっていうことだからさ、うんまあ、そういう分析してるから、まあ、当たるかわからないけどさ、うん、そのつもりであのアルトコインとか見てればいいんじゃない、ね、皆さんが持ってるやつ、ねはい。ということで、まあ、大きな変更はありません、はい、次同時コインですけど、えー、本日0.07ドルということで ビットコインはね、修正なので、同時コインも修正です、ただの。うん。この波のね。これまだ続きます。ね。だから、っていうことはね、この安値を割らないってことなのよ。ね。ルールとしては。ね、皆さん。うん。だから、まあそういうことで、あの大きなあの変更ないです、別に。ね。赤でレジスタンスされている。ね。はい。ということで、以上です。 XDC は,い、は0.051ということで、まあこれもね、大きい変更はありません。まあおそらくね、あのこの調整が終わって、ね、今、まあまだ上に行き始めたばっかということでさ、うんね、こう来てこうじゃないの、うん、そんなように見えるけどね。はい まあビットコインはさ下の斜めのラインあるじゃないですかオレンジのラインね水平線割ってもう一個下の斜めのラインまあ落ちるかもしれないからさまあそれもちょっと頭に入れといてもらってねうんねはいということでまあ XDC もまああのうんここ割らないってことだね要するにここただあのこれ前からずっと言ってるここなんだけどねこれ修正があじゃあ調整が終わってるんだったら終わってないんだったらこれまだ続く可能性があるね ちょっとなんか怪しいな。うん、少しだけ。うん。はい。ということで、まあ、あの、分析、日々見てってください。ね。以上です。はい。それでは、AVAX ですね。これも強いね、これの銘柄ね。うん、いいじゃないですか、これ、すごく。ね。はい。まあ、ビットコインとね、同じように考えるんだったらさ、ね。修正が、あの、25日ぐらいまでね。早くてもかかるから、 まあその間はもしかしたらまあ上がらないかもしれないね。うん、ねなんかこうビあの緑とピンクの間、ね、あのこう横に作ってくるかもしれないし、ねまあ、イーサリウムに似てるから、まあ、イーサリウムに続いていくのかもしれないし、ねまあ、ルールとしてはだからもうここ切らないってことなのよ。ね、この安値は、ね、こう落としてこないってことだね,ね。ビットコインの分析に合ってればね。と、うん、いうことになります。はい、順調です。 はいそれと今日ねちょっとあの BAT ね、うん、あのちょっと見ていきたいなと思うんだけどこれまださあ全然まだ買われてないのよこれね、うんほらこんな感じだからあの何かねもしね買うもん何買おうかなって迷ってる人がいるんだったら検討する価値あるよこれね、うんでさ1.876あたりが最高値なのよバ、ね、ブルの頂点作ってるから 今0.2でしょ ?9 倍ぐらいは取れるのよ。だから。ね、皆さん。うん。低く見積もってね。普通に。うん。ね。9倍ぐらい取れるから。だから、まあ、あの、この高値抜けてくると思うからさ。ね。うん。だからもう十何倍とかになるんじゃないのうん。おそらくね。低く見積もって、ここだからさ。ね。うん。って思うね。事故がなければね。事故がなければ。ビットコインに。<laughs> ね。 はい、ということで、まあ、そういうんな感じで見てるね、俺は。俺は買ってないけどね。はい。はい、それではニュースの方行きましょう、えー。今回のニュースはですね、自分が、あのー、まあ、もらっているね、仮想通貨の関連の会員向けのニュースの中から厳選したものをね、皆さんにね、ご紹介するっていうコーナー。まあ、これね、たまにやってるんですけど、あの、興味ある方はね、チャンネル登録してね、あのこの情報を受け取っていってください。ね、続けてやっていくので。はい、ということで、えー、今日のニュースはですね、 いわゆるアルトコイン市場はブラックロックが XRP 上場投資信託 ETF の申請を行ったというソーシャルメディア上の誤ったウイルス報道が混乱を引き起こした後、過去24時間で急落した XRP の価格はわずか10%急騰しましたが申請が資産運用会社によって行われたものではないことが判明するとほぼ即座に同じぐらい急落しました詳細については以下を参照ください ちょっとここあの省略します、はい、イーサリアムのライバルであるソロナやカルダのトロン、えー、ミームコインの同時コインなど他の主要な仮想通貨も急落した XRPETF の、えー、虚偽申請によりトレーダーがリスクの高いコインから遠ざかっているためそれぞれ3%から7%の損失を出したトップ10のすぐ外ではイーサリアム、えー、スケーリングネットワークポリゴンの仮想通貨が8%上昇しました さらに下では、イーロン・マスク氏の人工知能スタートアップ、XAI によって生成されたあ作成された新しいチャットボットにちなんで名付けられたグロックと呼ばれる仮想通貨がチャットボット作成後の数日間で急騰しており、マスクや XAI 企業との明らかな関係がないにもかかわらず、依然として上昇しています。続きます。iShare's は信頼しないで検証せよ。 世界最大の運用資産会社であるブラックロックによって提出されたと思われる XRP 上場投資信託 ETF の登録書類は以前の仮想通貨 ETF の提出書類に似ているように設計されており一時的に問題を引き起こした、えー、昨日の仮想通貨価格の混乱ソーシャルメディア上で広まると XRP 価格は急騰したがブラックロックの広報担当者が同社が申請して をを行ったたことと否定すると急落した私がブラックロックに確認した誰かがブラックロックの幹部の名前などを使って追加したに違いないまあまあまあとブルームバーグで、えー、の,のほ○○〇〇さんはツイッターで語ったと、えー、つい先月ブルームバーグの見出しでブラックロックとのビットコインスポット ETF が承認されたと主張する同様の誤報が仮想通貨市場を襲いソーシャルメディアや従来のメディアで広まった。 どちらの出来事も市場は操作されやすいため仮想通貨スポット ETF は承認されるべきではないと証券取引委員会 SEC 委員長のゲイリー・ゲンスラー氏に影響を与えているブラックロックの最高経営責任者ラリー・フィンク氏は先月虚偽の報告が仮想通貨の価格に大混乱をもたらす可能性があるのは仮想通貨への蓄積,蓄積された関心の証拠だと述べた大混乱をもたらす可能性あるって うんね、大混乱をもたらす、うん、これさ焦点がずれてんだよだから皆さんね話の仮想通貨への蓄積された関心の証拠だって言ってんだからね自分ところの子会社はさね嘘の情報を発信しといてたよビットコインスポット ETF の話ね <laughs> ねうん焦点がずれてるこれ <laughs> 本当にねはいということで ETF に関してはねどうなんでしょうって感じで、偽旗作戦かもしれませんよ、皆さん、もしかしたらね、サンフランシスコに本拠を置く仮想通貨取引所のコインベースは、米国でのビットコインスポット、ETF の承認は、投資顧問、退職基金金,え金融機関の名を挙げ、新たな層の仮想投資家を市場にもたらすだろうと主張した。 これまでの仮想通貨にアクセスできなかった企業は仮想通貨の時価総額に数十億ドルを、えー、加える可能性があります。ETF は莫大な資金管理者や機関がビットコインを購入および保管するための制限を緩和し全ての市場の参加者にとって流動性と価格発見が向上するだろうとコインベースの機関投資家調査責任者デビッドさんは言っているみたい。うん。 えさらにウォール街がビットコインスポット ETF の市場投入を急いでいるのは地政学的緊張の高まりと経済機能不全の、えー、増大を背景に世界に安全な避難先が減っているためだと付け加えた、うん、そういう考え方もあるよね確かにね。はい、ということで、えー、買い向けの、ね、ニュースは以上になります。 はい、そしてもう一つニュース行きましょう。コインテレグラフなんですけど、まあコインテレグラフといえばね、うん、今までね、あのフェイクニュースを10回もね、今まであの、まあ、記事にしてね、発信してきた、ね、メディアです。だから俺はね、前にあの皆さんにね、まあコインテレグラフ程度のね、あの記事をね、皆さんにね、あの紹介する、YouTuber もどうかと思うよとかさ、話したことありますね。ねだけど今回取り上げるのは、ね、XRP の話について、今回のね、なんて書いてあるかね。うん はい、11月13日、XRP 価格はブラックロックが、XRP 信託登録がフェイクであることを発覚したことに起因している、この事業が米国証券取引委員会、SEC の現物型ビットコイン上場投資信託 ETF の承認決定に影響を及ぼすべきではないが、えー、業界ウォッチャーたちはこれを好ましくない状況だと指摘している、そりゃそうでしょうね、皆さん。うん SEC は以前ビットコイン受信市場が操作可能であると主張し市場操作対策の不足を理由に現物型ビットコイン ETF を否定してきたうんゲンスラーさんもさ、ね、ちゃんと理由をね一応ねあのつけてるわけだ、えー、ブルームバーグの ETF、えー、アナリストエリックさんがね「えー、偽 XRP 信託の登録が SEC の最終決定にほとんど影響を及ぼさないはずだ」とコインテレグラフに語ってね このエリックっていう人がブルームバウムのね本当かようんねえー、現物型ビットコイン ETF の状況にこれが影響を及ぼすとは思わないとバルチェナス氏は言うただし彼はこの事件が SEC の信念を裏付ける可能性があると付け加えたってこれは間違いなく SEC が過去の、えー、否認の理由として使用した疑問と捜査を裏付ける好ましくない状況だと彼は指摘すると。 11月13日デラウェル州企業リストを掲載された登録書はブラックロックが、IC、アイシェアズ XRP トラストを作成したことを示していたねこれねここに皆さんね登録するのにブラックロックの中の人間の承認が必要なんですよ皆さんねなのに今回これがあのフェイクニュースになってるんです、ね、だからこれすごい悪質なんですよでブラックロックは何て言ってるかっていうと ね、赤の他人が、ね、私の会社の、あのー、従業員のふりをして、ねうん、これを、あのー、提出しちゃって書類作成とかね承認しなきゃいけない、ねうん、のにそれは、ね、赤の他人がやってるって言ってんのよ皆さんそんなことさ、ね、可能だと思う基本的にねどうだろうね、うんまあちょっとリアルがどうだか分かんないからさ俺も提出したことないことだからさ、ねうん、この週でね やったことないからわかんないけど、基本的にはどうなの？ってことだね。うん、疑わしいよ。これは本当に皆さんね。ブラックロックの関係者ね。中の人間が外部の人間にね。処理を作らせてね。うん、そのまあ、承認をしてさ。うんね。それで出してるのかもしれないしね。うん、どうかね。わかんないけどね。うんだからかなりブラックだね。本当、皆さんブラックロックっていうぐらいだからね。 はい、ということで、まあ一応ね、こういうことも書かれてます。ね、はい。はい、もう一ついきますね。この6年間休眠ウォレットが340万ドルの BAT をバイナンスに入金したって。ね、これかなりの量だね。まあクジラだよね、一応ね。うん。これ企業かなね、ちょっとわかんないけどさ。バイナンスに入金したってことは、これどう、何しようとしてんだろう ?BAT を入金したってことだけど。ね、まさか売る気なのかなうん。どうだろうね。それか、あのステーブルコインに買えるのかな ね、それが他のものを買うのか、ね、ビットコインに変えるとかさ、例えば、何か分かんないけどね、うん、はい、はい、それではね、えー、コメント紹介やっていきますね、最新の動画にコメントいただければ、こうやってね、紹介と私のコメント添えて、次の動画でね、話していきますね。はい、えリプシャーに対してのえ敵対心なのか分かりませんが、XRP を批判する人いますね。 エクスでは XRP に関する間違ったガセ情報がめっちゃ流れてる気がしますってね。うん。俺もまあ長年ね、XRP のサポーター、サポーターっ、ね、ていうか、いや、ホルダーやってきてるけどさ、まあ売ったり買ったりもしてるけどね、うん。まあ多いよね、うん、確かにね。それは今でもなんか変わんないよ、変わんないなって思います。だけどなんかね、昔よりは減ってきてるけどね、一応ね。そんな感じだね。やっぱさ、X、あのリップル社がさ、 なんていうのまあ結果を示せば示すほど、まあそういう人が減るんじゃないのかなってことは思うけどね。うん。ね。はい。ありがとうございます。はい。えー、ホワイトさんね。へいへへへへえー、分断ビジネスひどいですね。ゆ <laughs> きチャンネルは分断せずに行きましょうって。ね。うん。本当俺はそう思うふうに思ってますよ。皆さんに対して。ね。はい。ということで、ありがとうございます。ホワイトさん。はい。えー、269さんね。えいだ。イエーイ。AVAX。イエーイ。ってね。ね。うん。 と、はい、ということで今日ねあの AVAX ねあのチャート分析入れといたんでね、はい、今後もよろしくお願いします。ということで今回なんですけどビットコインスポット ETF のフェイクニュースも XRP 現物 ETF の偽情報もブラックロックの子会社が発信元になってます皆さん。ねそして今回の XRP の ETF の話に関しては。 そのウェラレル州というアメリカのね州に提出された書類は本来ブラックロックの中の人間のねまあサインとかさそういうものがなければ本来申請できないものが他人の手によって第三者の手によって提出された偽の XRPETF の書類だってうんいうような話はネットに出ていますけど。 基本的にですよ。根本的にですよ。そんなことまずする人がいるのかってことですよ。まあ、いるかもしれないけど、それ、提出できるのかってことですよ。普通に考えて。ね。受ける方もそうだしさ。ね。あれ、ブラックロックの人ですかみたいな。確認取るでしょ普通は。提出するのに。ね。それともネットだけでさ、あの、ね、あの、提出完了できるんだったらさ。ね。まあ、サインかなんか必要だしね。うん。だから、俺が言いたいのは、この、 仮想通貨 ETF ね現物 ETF ってね相当ブラックですってことです本当に皆さん <laughs>、ね。って思いますけどねだけどまあ承認されてほしいけどね、うん、それとまあ自分が読んだ会員向けのねあの今回の、うん、XRP の、ね、件についてゲイリー・ゲンスラーの、ね、印象な何て言ってるか皆さんに話しましたけどじゃあねあのコインテレグラフの方は何て書いたかっていうとね あんまりなんかあの重,重要に思ってないみたいな、ね、今回の出来事はさ、ね、重大なことだっていうん、ようなふうには書いてなかったねコインテレグラフはね俺はそんなことないと思うけどね、うん、やっぱコインテレグラフもなんか怪しいみたいな、ね、<laughs> 感じで見てるね、うん、だから今後も紹介はしないけどねコインテレグラフの、ね、ニュースはね、うん、ということで、えー、今回の動画面白かったらねグッドボタンチャンネル登録お願いします、はい、次の動画で会いましょう。